はいどうも。お盆だねー。そうだね。お盆は先祖の霊が帰ってくるんだよね。霊なら目の前にいるじゃない。いや、陽子は半霊だけど先祖じゃないし。いや、私に限らず、いろんな霊がそこら中にいるじゃない。え？ほら、そこの違いだ何も、いつもちっちゃいおじさん座ってるし。え？じゃあ今日の本題ね。いやちょっと。今回は、ゲーム前半のキャラランキングということで、レベル160以下のランキングリストを集計してみたよ。いや、ポイントの計算はいつも通りだけど、160以下限定だから、集計したリストは少なくなって、全部で11個だよ。ではまず、21位から30位ね。この辺はさらっといくよ。いや。何？いやもういいです。ということで、21位から30位はこんな感じになったよ。例によって、エピは160までしか育てられないキャラ。セレと型は、セレスティアルとカタストロフね。まあ、21位から30位って言っても、3ポイント差しかないから、同じようなもんだね。同じようなもんなのはいいけど、ベリンダさんこの位置なのね。え？あ。陽子が最初にエピックプラスにしたキャラだし、最初の伝説家も狙ってるんでしょ？そうだね。他のキャラに変える？まあ、このまま行ってみるよ。今でも十分役立ってくれてるから。160キャップだから、砲丸さんとアルドンおじいちゃんはもっと上かと思ったけど。まあ、同じ160だと、やっぱりエリートスタートのキャラが強いんじゃないかな。レアスタートのキャラは、無駄にならないのが最大のメリットか。そうかもね。では次、11位から20位まで行ってみよう。ベイダンさん出てきたけど、レアキャラの中では、やっぱり評価高いのかな。そうみたいだね。6秒間無敵で、一方的に攻撃できて、HP 吸収もするとか、書いてあることはすごく強そうだよね。それだけに、期待が大きくなるのね。期待が大きいせいで、かえって弱く見えちゃうというのはあるかもね。まあ、敵で出てくると、ほんと嫌な相手だけどね。孫悟空さんは、160以下というより、始めたばかりの頃、すごく助けられるね。そうだね。誰でもすぐゲットできるし、エリートのままでも強いからね。その後は、育てにくいからだんだん使わなくなるけど、専用装備とか強いから、最終的にはまた、すごく活躍してくれるみたいね。育てたいね。まだ手が回らないけど。ババリアの中では、サフィアさんの評価が高いけど、サフィアさんの売りポイントは何？スキル4のフォースフィールドと、必殺技のサフィア爆弾だと思うよ。爆弾？SP が溜まった後、さらに魔力をチャージして撃つ魔法だよ。ほうほう。一撃必殺感あって、マリッペキにいると思うよ。ふむ、がぜん興味出てきた。ヘンドリックさんは、同じブライトにルシウスさんがいるから、影に隠れがちだけど。ヒーラーもやるルシウスさんと比べると、ヘンドリックさんは純タンクって感じだね。だから、ルシウスさんより、防御力も HP も上だし、専用装備で HP がさらに増えるよ。ふむふむ、タンクらしいタンクね。ということで、次はトップ10だよ。まず10位。エルロンさんか。念願の、アイスソードを手に入れた人ね。ダメだよ、それは秘密にしておかないと。でも、エルロンさんというと、しっかり育てた後にすごく強くなるってイメージだけどね。そうだね。育ててないうちは、自分で吸い寄せた敵に、やられちゃったりするね。やっぱり、アイスソードを見せびらかしたのが良くなかったか。きっとそうだよ。じゃあ次、9位行ってみよう。シェミーラさんね。160以下でも強いのか。レベル161から、HP 回復性能が上がるけど、それ以前でも、HP 吸収あるから、それなりに強いよ。ふむふむ。TOT が多い印象ね。さっきの、一撃必殺サフィアさんとは対照的だね。じわじわ苦しめるのね。ということで次は第8位。双子ちゃんか。双子ちゃんも、育ってないうちはすぐやられちゃうイメージね。でも、うちの双子ちゃんまだエリプラだけど、結構いろんなところで活躍してくれるよ。必殺技の加速が強力なのね。速度って、伝説装備で最優先する人もいるくらいだからね。ということで、次は第7位だ。ロワンくんか。HP 回復も、SP 回復も、スタンもするし、ダメージ無効バリアで、タンク的なこともできるし、初期からずっと、パーティから外れることがほとんどないね。頭に鳥乗ってるしね。そこは大事だね。いざという時に非常食にできるからね。食べるのかよ。まあ、卵を産ませてそれを食料にするというのもあるかもしれない。やっぱり食べるのかよ。
まあとにかく、ロアン君は序盤も強いけど、これからも優先的に育てていきたいよ。そうだね。じゃあ次は、6位ね。6位はこの人。そりゃまあ、強いよね。全然手に入る気配がないからあれだけど、無凸でも強いみたいね。それでも、自動復活あるし、メテオ降らせるし、味方回復するし、便利だろうね。手に入りにくい、育てにくいというのが最大の欠点だね。ということで次は5位ね。5位はこの人。いろいろぶつける人ね。ロザリンちゃんは無凸でもすごく役立つね。味方の中で最強の人に SP 渡しまくるからね。うむうむ。必殺技連発できるようになるよ。それだけじゃなくて、くっついてる味方の攻撃力もアップするし、HP 回復もするし、あと、敵のスタンとか、ダメージアップもするよ。伊達にコーヒーカップ投げてるわけじゃないのね。うむうむ。ずっとガチャで当たらなかったけど、最近やっと手に入って、ただのエリートだけど、活躍してくれてる。ということで次。第4位はこちらの方。ネモラッチ。回復能力高いから助かるね。地味に魅了もするからね。そうだね。あと、迷宮ショップにもいるし、やたらと英雄ボックスにも入ってる気がするよ。育てやすいってことだね。うむうむ。もうちょっと味方が粘ってくれたら、っていう時に、ネモラさん入れると勝てることもあるよ。そうだねー。うちにも結構ネモラさんが集まりつつあるので、育てようかどうしようかと、迷ってるところだよ。ということで次。第3位はこちら。まあ、タシーちゃんもいろいろやってくれるからね。うむうむ。封印だけ欲しいなら、フォークスさんの方が怒ったりもするけど、必中の全体睡眠はタシーちゃんだけだよね、多分。多分ね。ということで、初期からずっとお世話になってます。まあ、定番キャラかな。うむうむ。ということで、今回のランキングは終わりね。いやいや、何言ってんの。2位と1位発表しないでどうするの。え？しなかったっけ？何ボケてんの。仕方ないでござるな。じゃあ2位だよ。2位はこのお方。おお。ルシウスさん、160以下ならぶっちぎり1位かと思ったけど、2位なんだね。まあほら、海外の人はお肉好きだし、いつもお肉食べてるあの人の方に、共感するんだと思うよ。なんだその理由は。ということで第1位ね。1位はこの、ワンコ？セバスチャンね。なんか、いつもお肉食べてるワンコね。セバスチャンね。さっき大事って言った、速度も自分で上げられるし、攻撃力アップもあるし、地味に HP 回復もするし、いろいろ頑張ってるよね、セバスチャン。まあ後で餌にされちゃうし、前半くらいはいい思いさせてあげないとね。またそんな悲しいことを。ということで、トップ10の一覧だよ。1位と2位は2点差か。160以下だから、ルシウスさんは、セバスチャンに譲ってあげたんだよきっと。ふーん。以上、レベル160以下ランキングでした。でもまあ、どのキャラも特徴あって面白いよね。そうだね。結局、自分の好きなキャラ育てればいいと思うよ。なんだ。そういえば、サフィアさんも17点だったね。こっちに入れてあげればよかったね。そうだっけ。さては一撃必殺魔法に惹かれたな。ふ。ということで盆踊り行ってくるね。判例だからお盆は忙しいね。意味がわからないよ。じゃ。ということで、個人的ランキングとかありましたら、コメント欄にバンバン書き込んでください。皆さんの参考になると思います。ではまた。